一番列車がすれ違う時、奇跡が起こる。そんな噂が全ての始まりだった。離れ離れの兄弟の願いは家族4人で暮らすこと。龍之介父ちゃんに似てるからあんま好きちゃうんかなと思ってな。また大阪で家族4人一緒に暮らせると思ったから。子供たちの純粋な思いが周りの大人たちを少しずつ幸せにしていく。奇跡起こるかもな。奇跡